トホテルズリゾーツは、株式会社、近鉄、トホテルズが運営する、近畿圏を中心に、東京から米国まで、近鉄グループの、トホテルブランドなどのシティホテルリゾートホテル、旅館を展開する日本の大手ホテルチェーンである。1890年創業、日本を代表する、老舗ホテルとして、数多くの国公品を迎えてきたトホテルを、 近鉄グループが買収したものがあるうつ。区内町御用達の島観光ホテルなど、名門のシティホテルリゾートホテルを有している。ホテル環境層が激化する中、1998年、以降ホテル事業を再編、宿泊予約センターや、セールスオフィスの開設、共同購買、統一会計基準の導入など、チェーンメリットを活かしながら営業力強化を図っている。 1998年7月、ホテル事業統括会社として、株式会社、近鉄ホテルシステムズを設立。2000年3月には、同社が株式会社とホテルを、九州合併。本店閣の都ホテルを、スターウッドホテルリゾートとの業務提携により、ウェスティントホテル京都と解消するなど思い切った、改革を実施。また、都ホテル東京、都ホテル大阪。 新、都ホテルと合わせて、大規模なリニューアルも行うなど、大きく、ブランドイメージを変えている。2007年4月からは、都ホテル大阪と、東京のスターウッドホテルリゾートと提携して、シェラトントホテル大阪、シェラトントホテル東京に改称した。今後、東京、大阪等の都市において、宿泊特化型ホテルを展開する計画がある。 すでに近鉄京都駅の改装に伴い、同駅の上に宿泊特化型ホテルが建設され、2011年10月1日にホテル近鉄京都駅として開業した。他に近鉄奈良駅前に大型ホテルを展開する計画もある。さらに2014年安倍のハルカスには都ホテルとマリオットとの提携による大阪マリオットとホテルが開業した。なお、 2005年4月1日に、近鉄グループにおけるホテル施設資産保有の一元化と、コア事業としてのホテル事業の直営化を行うため、会社の再編を行っている。具体的には、株式会社、近鉄ホテルシステムズの子会社として、株式会社 KHS を設立。株式会社、近鉄ホテルシステムズが、会社分割を行い、 ホテル統括事業を株式会社 KHS に吸収させる。そして近畿日本鉄道株式会社が株式会社近鉄ホテルシステムズを吸収合併すると同時に株式会社 KHS が株式会社近鉄ホテルシステムズに称号を変更している。2015年4月1日100%親会社の近畿日本鉄道株式会社が社名を 近鉄グループホールディングス株式会社に変更し、純粋持ち株会社に移行したのに伴い、同社のホテル事業を分割継承し社名を株式会社、近鉄とホテルズに変更した。2018年8月にはブランドの再構築を発表。2019年4月1日から大きく分けて3つのブランドカテゴリーに分け、新たなロゴホテル名を使用することになった。 都市型フルサービスホテル、都ホテル宿泊主体の都市型カジュアルホテル、都市ティリゾートホテル、都リゾートホテル名称は、外資系定型ホテルを、はじめ一部解消しないホテルもあるが、基本は、都ホテルのように、ブランド名一名の順に統一される。また、国内外で、都市ティブランドを中心に運営住宅や、フランチャイズ展開も行い、 2018年8月現在の5874室を10年で8000室に増やす計画としている。コロナ禍による宿泊客の減少など社会構造の急速な変化を受け、2021年3月25日、近鉄 GHD は、東ホテルグループのうち8ホテルを、米国の投資法人である、ブラックストーングループが主体となって設立する。 特別目的会社に譲渡することを発表した。SPC に譲渡されるのは、都ホテル京都八条、ホテル近鉄ユニバーサルシティ、都ホテル博多、神戸北のホテル、トリゾート島ベイサイドテラス、トリゾート奥島アクアフォレスト、都ホテル岐阜長良川、都ホテル尼崎で2021年10月1日付で譲渡し、譲渡金額は非公表だが、 母家423億円に対し約600億円と見られている。譲渡後の8ホテルは SPC から、近鉄とホテルズが運営を受託する形を取る、運営に特化したノンアセット経営に移行する。なお、株式会社、近鉄とホテルズは現法人から近鉄 GHD が新しく設立する法人へ、九州分割によりホテル運営事業を譲渡させ、現法人は、 近鉄不動産へ、吸収合併させる、新旧分離も合わせて行う。上渡される8ホテルは、ウェスティントホテル、京都や島観光ホテルといった機関ホテル、シェラトントホテル、大阪や大阪マリオットとホテルのような鉄道施設と、切り離せないホテル、都市ティ、東京高輪など他社が所有するホテルを除く形で、選定された。 ブラックストーンをパートナーに選んだ理由として、近鉄 GHD の幹部は、世界で10万室以上を保有する有数の、ホテルオーナーであり、ホテル事業にも通じていることも理由に挙げている。以下、新ブランド構築後のカテゴリー分けとする。とホテルとシティトリゾート蒸気3カテゴリー外、蒸気3カテゴリーに含まれないホテル、旅館。ともに、アメリカ合衆国に所在、運営は、 アメリカ近鉄工業による近鉄グループでは今後の新規出店は宿泊に特化したホテルに絞り2030年度までに上記東坂に加えて札幌や名古屋などの大都市で合計8施設を開業するブランド名についてはとホテルホテル近鉄以外の新ブランドも導入する考えと報道されていたが上記の通りとホテルとシティ トリゾートの3カテゴリー化されることになった。前述の通り、2020年代に8000室まで増やす予定。また、近鉄名古屋駅と名鉄名古屋駅の大規模再開発に伴うビル内に、ホテルの設置を検討しているが、共同開発を行う名鉄グループとの調整が必要とされている。2017年に閉鎖した初代、金沢とホテルの跡地に、 金沢とホテルを2020年をめどに建設予定としている。新幹線など、国鉄や JR の食堂車、ビュッフェ、車内販売で、とホテル列車食堂を帝国ホテル他と共に営業していたが、JR 系列会社が担当する列車の比率が増した、ことで採算が取れなくなり、JR 加護1990年3月改正で、撤退、解散した。なお一部の社員は、 近鉄や都ホテルなどグループ会社へ転属となった。営業中撤退、上都等近鉄、都ホテルズに関するカテゴリー。ありがとうございます。